はい、皆さんこんばんは。今日はですね、明日私は、天体写真の遠征に行こうと思っておりまして、で、まあ、そこに向けてですね、この撮影準備を部屋の中にね、こうやってね、段積みに置かれているこの、衣装ケースをですね、一個一個車の中に運んで、で、まあ明日に備えるということをやりたいと思ってます。天体写真の遠征はですね、一個でもこう忘れ物があるとですね、もう、全て台無しになってしまう、ということが、多々ありますんで、まあそういったことがないように、このケースの中に、ちゃんとね、全てのこう、パーツが入ってるのかどうかっていうのをこうチェックします。で、前回ね、ちょっと忘れ物しました。これです。アポゾナーの 135mm F2 のね、非常にこのシャープな、レンズですね。これは動画では何回か使ったんですけど、まだ天体写真に使ったことがないんで、これをですね、GP2 赤道儀に乗っけて、まだね、何撮るかって考えてないんですけど、まあ、ぜひ、これを使いたいと思ってます。っていうのが1個。で、あとはですね、まあ、ちょっと前に、乾燥空気をね、乾燥剤をね、このような形で、まあ、シリカゲルっていうのはね、湿気を吸うとどんどんこう色が薄く赤っぽくなっていくんですよ。それをね、まあ、フライパンで焼いてこのように青くしました。現地というのはね、夜露という、まあ、湿気が非常にこう多いですので、これを、この、乾燥空気発生装置で、まあ、湿気を吸って、筒の中に送り込んで乾燥空気で、まあ、映りを良くするというね、曇らなくするというね、ことですね。こちらはですね、GP2 赤道儀ですね。はい、使用頻度がまだ少なくて、非常に綺麗な状態です。これも持っていかなあかんと、いうことだったりとか、あとはですね、これはイプシロン 130D の、ちょっと見えない。イプシロン 130D の鏡頭ですね。はい。よいしょ。このような形で、イプシロン130が収まってます。はい。その他にも、並列用のプレートとか、まあ、もろもろいろんなものが入ってます。あとは、こういったね、これ。ぐちゃぐちゃになってるこの配線。これですわ。ね。これを撮影地に持って行って、さっとこうね、ケーブルをつないで、各種電源を発電機から取って、すぐ撮影が開始できるようにね、パソコンとかも起動しますんでね、こういったものを使います。であったりとか、よいしょ。まあ、こういうね、追加のこれは M 弦ですね。私ね、この M 弦はまだ使ったことがないんで、本当にこれが使えるのかどうかっていうのが、まだちょっと定かじゃないんで、こういうね、クイックスタートマニュアルっていうものを、現地で読みながらやっていくしかないかなというところですかね。はい。本当にね、こういういろんなパーツ入ってますけども、忘れ物がないのかなっていうのはね、非常にこう心配です。はい。とか、これはあれですわ、あのカメラ、ね、ここの中に各種、FLI のカメラ、QHY の11カメラとかね、いろんなものが、収まってます。光軸調整用のジグとかね、そういったものも入ってます。はい、これも、まあ、カメラというくくりで一つの衣装ケースの中に入れて、よいしょ、車の中に積みます。はい、とか、よいしょ、これは、イプシロン180ですね。重い鏡頭です。はい、合計18センチの 500mm の望遠鏡ですね。はい、これ、重いですよ。こういったものを持っていくということですね。はい、で、あとはもう赤道儀とかね、ピラーとか、ピラーと赤道儀、ピラーで、40数キロ、で、赤道儀で、30キロ弱かな、はい、というものをよいしょよいしょってこう乗っけてですね、でイプシロン2台、同時乗せして、で配線つないでパソコン立ち上げて発電機動かして、で、カメラ、くっつけてですね、で2台体制なんで、それ1個のシステムとまた別に、今度は、何ですか、アポゾナーのこのレンズと、GP2 赤道儀、というものを別で置いといて、そっちはそっちで撮るということと、まあ、遠征動画じゃないですけど、記念の何か動画っていうのを、また別の三脚立ててやっていくっていうね、非常にこう、めんどくさいというか、まあ、大変な作業ですよ。ね、天体写真の撮影をね、
1枚2枚取るっていうのはね、ものすごく、時間、手間っていうのがかかる、ものなのかなというふうに思います。まあ、だからね、なおさら、面白いっていうのもあるんですけども、こういうねフードを自作するという工夫をしたりとか、そういうことをしてですね、現地で、ビシッとこう決まってね、まあ収支改正で、成功、撮影に成功したいというふうに思います。はい、ということで、今日はもう部屋の中がこうひっちゃかめっちゃかなってますけども、自分の部屋のね、機材を、これから、撮影地に持っていこうということで、車に積み込みをすると、いうことで、ちょっとね、ビデオ回してみました。はい、ということで、本日のところは以上です。ありがとうございました。